スマホ老眼とは何かですけども、最近普及してきているいわゆるスマホの使用によって老眼が進んでしまうことです。もちろん老眼というと、まあ年齢を重ねて年を取って手元が見づらくなるものなんですけれども、それがスマートフォンの使用によって20代はたまた30代でもなってくるわけなんですね。もちろん40代以上、50代、60代、70代でも元の老眼に加えてスマホ老眼で老眼が進んでしまうということがあります。で、最近このスマホ老眼が増えているので、この対処法が必要であるということなんですね。決してスマホを使うなというわけではなくて、使い方を覚えましょうということです。